地下鉄駅前の交差点です。皆さん足元を見ながらかなりゆっくり歩いているのが分かります。よちよち歩きって感じ、ペンギンにでもなってるような気分で歩いてます。スケートみたいですね。ツルツルだね、うん。午前8時の札幌北区、道路一面がまるでスケートリンクのように光っています。できれば滑りたくない。ツルツル路面ではどのように歩くと良いのでしょうか。本当に滑るときというのはとにかく片足になっている時間を短くしないと危ないので、はい、もう究極はもうすり足に近いような小さい歩幅ですり足で歩くのがポイントになります。記者も足が浮かないように意識しながら歩いてみました。もうあれだな、もう気持ちいい、はい、小さい方がいいかもしれないですね。ペンギン歩きで、さらには前に重心をかけながら歩くとより滑りにくくなるそうです。そして自分だけでなく周りの人にとっても大助かりなのがこちら砂箱ですね。中にあの滑り止め用の砂が入っています。氷に一番効くのはやっぱこの砂になります。人通りの多い交差点に設置されている砂箱、この砂は誰でも使えるため札幌市は市民に砂まきへの協力を呼びかけています。車の運転もスリップ事故を起こさないためのポイントがあります。極端に寒いとマイナス10度とかになると意外とスタッドレスタイヤが効くんですけど、やっぱり0度前後になるとこうちょっと溶けてるあたりはやっぱり滑りやすい。入社1年目、奈良県出身の前田記者、初めての雪道運転に挑戦です。カーブにそのままの速度で進入すると、少し速いと、はいどうぞ、たくさん回しても、はい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 、ハンドル制御ができず横滑りしてしまいました。カーブを曲がるときは早めにしっかりと速度を落とすことが大切です。曲がれる速度を作って、はい、で中は一定ですね、一定、はい、そう、アクセルを足したり戻したりするとそこでスリップする可能性があります。また急ブレーキや急発進でもスリップは起きやすくなります。教習所でポイントを教わった前田記者、次は道路に出て実践です。札幌市内、今や車道もあちこちツルツルです。アクセルを踏んでゆっくり走っていましたが、突然滑ってハンドルが効かなくなってしまいました。そう、緩めると戻りますよね。このような時はブレーキを踏み込むと余計にスリップしてしまうため、アクセルを緩めて減速することがポイントになります。さらに例えばこうやって今相手が曲がってきましたけど、曲がれない場合も今のそうスリップしてますよね。自分の運転はもちろん、周りの車のスリップや歩行者の転倒にも注意を払うことが大切です。今日の練習でだいぶ冬型運転に慣れたと思いますので、危険がいっぱい潜んでるってことを念頭に置いて、はい、アクセル、ブレーキはゆっくり踏む、はい、これが大事ってことですよね。そういうことです。